それでは前回の動画の続きでゴーレムスキンで10回チャレンジを今2回目挑戦してるとこです。さあ行きましょう。青鬼オンラインの青の塔の20回から行ける青の遺跡の最終回5回のチャレンジでございます。ゲットしたゴーレムでこの5回を10回クリアするとゴーレムスキンがスキンチェンジするということでございますので、やってます。いやね、もう正直言って青の遺跡はね楽しいですよ。青の塔のいいっていう感じが全然なくて楽しい。全然喋ってられる。この青の塔やるとね無言になるんですよ。本当になんとか喋ってるんですけどね、いいってなる時の方が多い。いや全然楽しい。あとはもう鍵さえあればっていう感じで、なんだろうね、何が違うんだろう、この追っかけぶりが違うのかな。並行してね青の塔もやってるんですけど、青の塔のやっぱ21回とか22回23回24回とかも結構嫌なんですよね。何回やったか、復刻が来るたびにやってるんですけど、それに比べたら全然ありがたい。でここにあったら最高ですよ。最高だった。オッケー、これ2回目クリア。いやーありがたい、こういう方がいいな。はい、ありがとうございます。ではあと8回チャレンジしたいと思います。いやーないぞ鍵が。もう探すルート決まってるんですけど、多分ねもっといいやり方全然あると思うんですけど、もうちょっとやりすぎて頭びっくりした。頭動かなくてないか、ここに。え、こん中入ってくんの、ちょっと待って、それは知らなかった。危な、穴入ってくるんだ、出てこないな。でもここにはなかったからこっちかな。いや絶対入ってこないと思った。オッケー、あった、どうしよう。どうしよう、おお、いけるいけるいける、オッケー。なんだそれ。いやー楽しい、3回目クリア。これぐらいのレベルがいいな私は。ないな、下半分全然なかった。ってことは上かな。結構時間経っちゃいましたね。ルートをね多分決めた方がいいのかもしれないし、もっといい方法があると思うんですけど、ないな。となるとこっちかな。やばい、集まってきた、やばい。いややばいやばい、いやそこにいられるのはきつい。いけるかな、いや無理だ、あーもったいない。いや死ぬんかいっていう感じですよね。死んでました、危ないよ。これ当たり判定って他のステージでも一緒なのかな。ゴーレムって本当に真ん中の下の方ですよね。やばい、他のフロアもちょっとやってみたいな、このゴーレムの当たり判定が。ここだけ緩いのか。ない。ないぞ、来た、やばいんだよ、やばいんだよ結構。あるじゃないか、結構やばい。いる、あ、オッケーオッケーオッケー。どうしようどうしようどうしよう、いけない。最悪だ。いや意外と死んでるな。意外と死んでる。オッケー、あ出た。いやこれはもう行こう、もう左回ってったらもうすぐですよ多分。あまり追われずに行けるんじゃない、やっぱ早めに出るか近くで出るかですよね。いや鬼めっちゃ出てるな。オッケー、もうこれゴールで行けます。何回目かな、4回目かなこれで。はい、ありがとうございます。よーし、あと少しですね。はい、頑張ります。下にはないパターンだから上の3つのどこかかな、だといいな。上にあればすぐクリアできる。よいしょ、ない、こっちかな。いやー意外と飛んでるな、危ない、勝った。意外と飛んでる、あーここか、来るしね、1匹かな、よし行こう。あー結構いる、行っちゃおう。ようやく半分かな、5回目突破かなっていう感じです。あー結構危なかった今。ない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 、いやーこっちかー、ここの場合多いな、結構多いなここ。来た、かわいい、あ待って待って、やばいかもしんない、やばいかもしんない、入ろう。よし、うわめっちゃいた。ここで、いやー来るんかー、いやこれは間違えた。いけた、意外と負けてた、穴に入ったら負けるかもしんない、やったー。ありがとうございます。あーいけた、なんとかいけてます。はい、あと少し、意外とやってるなー。意外とやってる。 OK 出た、もうこのままいきます。
さあさあ、このパターンが一番最速かな。よし、最後も孫つくと結構やばいですよね。結構割れる。10匹ぐらいにわーってやられるんで。よし、来た。これはラッキーでしたね。はい、ありがとうございます。何回目かな、7回目8回目。そんな感じです。お、出た。やっぱ遺跡はなんかストレスないな。なんだろう、この青の塔との違い。本当にあのファラオとかね、レインボッティとか、あの青鬼ザウルス的なとこ本当苦手で、あそこ20回ももちろん苦手ですけど、遺跡はなんか楽しい。 OK、 クリアです。 OK、 はい、あー、ありがとうございます。あとちょっとですね。はい、今日中に終わらせたいと思います。来た。ここいいですね。このパターンいいですね。これで9回目かな、多分そうでしたね。あと少しだ。早く終わりたい。長いな。青チキン2枚っていうのもね、結構ね。はい、ゴールです。よし、最後1回ですね、多分。あ、来ましたね。あと1回でしたね。はい、ゴーレムスキンで5回をあと1回チャレンジしたいと思います。やばいな。ちょっと今負のパターンですね。やばいやばい。結構出揃ったぞ、鬼が。なんかいい方法ないのかな、これないか。ここじゃない、もう一個下だな。いるな、結構。この右側のパターンかな。行きたい、こっちに。うわーうわー、来ないで。ないか。やばい、これは無理。これは無理だ。よし、ラスト1回。もうね、このゴーレムがちょっと可愛く思えてきた。全然使いこなせてはいないんですけど、なんかニョキニョキしてる。動きがね、ネジがボキボキ言ってる。やばい、意外と当たらないな、これ。待ってよ、鍵がないですね、なかなか。なかなか、こう前半に見つけときたいですね、鍵。ここにあったら最高なんですけど、ないパターン。なかった。となると、やばいな。こっちかな、ここのパターンも結構多い。いや、飛んでる飛んでる。出た、ここか。いや、これはちょっとクリアしたいな。オッケーオッケー、いないいないいない。いやー、やばい。どうしようどうしよう。結構いる。結構いる。やめて。いけるいける、いけた。よし、ギリギリだ、最後。オッケーです。これで多分10回クリア。いけたと思います。いやー、はぁ、あ、これはこれでまあまあ、時間使いましたね。青チキが結構いる。まずは20枚は絶対いるんで。はい、ありがとうございます。いけましたね、なんとか。じゃあ、スキンチェンジ、見たいと思います。はい、では、あ、OK ですね。ゴーレムスキンで青の遺跡5回を10回突破で2体目ゲットしまして、来ました。で、最後ですね。すべてのチャレンジをクリア。結構歩数あれだったんですけど、いけました、スキンチェンジ。青の塔じゃなくて、青逃げ5でも歩数稼げるんでね、なんとかそこはいけましたんで、スキンチェンジまでなんとかたどり着きまして、ありがとうございます。で、DM とかも結構いただいたんですけど、すごい色らしいんですよ。すごかった、色。カラーチェンジ、スキンチェンジ GO ですね。あ、降りました。おー、結構好きですね、この色。綺麗。ゴーレム。ほら、扉守る。何グリーン、ブルーかな、ブルーな感じですね。今日は水曜日です。ギリギリですがクリアしまして、遅ればせながらスキンチェンジいけましたんで、青の遺跡とりあえずは制覇っていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと時間的にランダムマッチはいけなさそうかな、どうかな。なのでまた青の塔の別の回をゴーレムでチャレンジしたいと思いますので、そっちでまた動かしてみたいと思います。ということで、最後までお見守りいただきましてありがとうございました。よかったらまた他の動画も覗いてみてください。それではまた。